皆さんこんにちは。今回はコロッケを作っていくんですが、揚げ物って油の処理がめんどくさいですよね。そこで今回は揚げずに作れるコロッケの作り方をご紹介しようと思います。まずじゃがいもを水でよく洗って皮を剥きます。こういう芽が出かかっているところには毒があるかもしれないので念のため取り除いておきましょう。適当な大きさにカットしたらボウルに移してラップして、500ワットの電子レンジで約6分間加熱します。その間に他の作業をしちゃいましょう。玉ねぎをみじん切りにします。こんな感じですね。次にフライパンで豚ひき肉を炒めていくのですが、油は引かずにそのまま炒めましょう。今回はせっかく揚げないコロッケということなのでヘルシーな感じにしたいからですね。お肉自体から油が出るので問題ないと思います。ある程度火が通ってきたら玉ねぎを加えて塩こんくらいと胡椒これくらいを加え味付けします。このままでもすごい美味しそうですね。まあでも今回はこのまま放置して粗熱を冷ましておきましょう。そしたら加熱が終わったじゃがいもを電子レンジから取り出してフォークの背の部分を使って潰していきます。こんな感じですね。さっき炒めた豚ひき肉と玉ねぎも加えてさらに混ぜ合わせます。それをラップでくるんで俵型っていうんですかね、あのコロッケの形に成形します。後で崩れないように結構強めに握りますね。つなぎとして片栗粉を入れてもいいんですが、片栗粉ってでんぷんでできてるので生で大量に食べるとお腹壊します。なので入れる場合は入れすぎ注意です。こんな感じでどんどんおにぎりを作っていきましょう。はい、こんな感じです。でこのまま衣をつけてあげれば普通のコロッケになりますが、今回は揚げないコロッケなのでここからがこのレシピのあれです。でフライパンを使うんですが、さっき使って汚れてるので水でゆすいでキッチンペーパーで軽く掃除しておきます。そしたらパン粉をフライパンでそのままいっていきます。でこんな感じでこんがりきつね色になったら火を止めてさっき握ったじゃがいもおにぎりをパン粉にまぶしていきます。揚げないコロッケの完成です。見た目も味も食感も本物のコロッケにそっくりに作れました。油の処理も不要なので騙されたと思って一度作ってみてはいかがでしょうか。それではご視聴ありがとうございました。